キラキラドンキ東京プラザ店に行って、夏に向けて日焼け止めとか美容グッズとかコスメとかをたくさん買っていきたいと思います。そう、なんかそろそろマジ夏本番てか5月の日差しが一番怖いって言うから。そうなの？そうだよ。なんか油断してるとめっちゃ焼けるらしいから。もう5月後半じゃなかったっけ？もう5月終わるか。終わるよ。もうダメじゃん。じゃあ6月ってことにしよう。 とりあえず夏本番になる前に対策はしといた方がいいなと思ったのでね。間違いない。そう、今日はたくさん美容グッズを買っていきたいと思います。はい、ということで行ってきたいと思います。せーの、それでは早速いくよ。ポッポー。はい、ということでドンキに到着しました。イエーイ。実はね、今日はあのオープン前に撮影許可をいただいて撮らせてもらってるので貸し切りです。ありがたいね。自由にね、いろいろちょっと見て買いたいと思います。はい、よし、探そう。もうね、ちょっと早速なんだけどね、これ気になるんで。あ、言ってたよね。そう、イソフラボン。イソフラボンがいいらしいんだよね。まあ探そう。探す。何買おうか。日焼け止め系先に見に行く。そうそう、ね、そっちだね、日焼け止め。あ、これいいとこ。あ、これ見た、みも。あった、み欲しいやつ。これと、こっちも買おうかな。もうバカみたいに日焼け止め買ってみようか。こいつおかしいんじゃないかみたいな。日焼け止めは大事よ。大事だよね。何が思ってたのね、さちゃんな。白のやつ見てたんだけど、ゴールド、金のやつがやっぱ一番いいらしい。このビオレの日焼け止め2つ。夏に向けて。夏に向けて、なんかいいって見たので買います。50プラスプラスプラスだからいいよね。50よね、きっと。50プラスパープラス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 なんだけど、こっち。めっちゃプラスするやん。足んないかな、これじゃあ。いや、足りる。でもなんかこれがすごいめっちゃ潤ってていいらしいので、アミはこれを買います。ミメヤちゃん、ちょっとお菓子コーナーも見に行きたい。すごいドンキっぽくないんだよね。だからさ、めっちゃ見やすくない？すごい韓国って感じのお菓子がいっぱい。かわいい。ピスタチオのバター飴これ。やばい。かわいい。バター飴ってさ、すぐなくなっちゃうよね。これ多分さ、一口で食べれるぐらいでいけるじゃないの。キッてやった、お菓子悩むよね、実際。そうなんだよ、なんかさ、今のテンションで買うとさ、あ、食べなかったみたいな結構ある。みんなちあるあるだからね。そう、リンドールがある。ねえねえ、ヤミ、リンドール食べたくなっちゃった。もう塩キャラメルだよ。どうしよう。いいよ、悩まず買えば。わかった。これ買います。てか今さ、ママから10万人おめでとうっていうラインが来てた。え、そう、ちょうど。そう、ママからさ、ちょうどチャンネル登録者数が10万人。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか最近ね、ポンって増えてちょっと嬉しくて、頑張ります、これからも。なんかこれが今めっちゃ売れてるらしくて。本当だね。なんかさ、虹かかってるよ、これとか。違うんだ、これは地球なんだ。これ空だ。ね、モチーフがあるから。人気らしい、これ。でもさ、みんたち、飴食べないよね。え、飴たぶんもったいない。これ2秒で噛んじゃう。マジで、口に入れて2秒で噛んじゃう。みゆ、行こう。あるの大好きの。大好き。イカ。この前なんてね、イカ買うためだけに夜ドンキ。超恥ずかしかったよね。恥ずかしかった。しかも店員さんが気づいてくれちゃった。2人で。え、アミユさんですか？2人でイカ持ってて、店員さんが気づいてくれて、めっちゃ恥ずかしかったよね。めっちゃ恥ずかしかった。まあでもね、別にイカ悪いことは。で、別にあれだもんね、お酒のおつまみではない。じゃないです。ただイカを、編集のお供です。そうです。渋。めっちゃ面白いやん。どうしよう。どうしえ、みゆ、みゆ1個決まってるよ。このパレット、ああ言ってたね。そう、マジでなんか捨て色がないっていう。
噂の。確かこれだったんだよね。買っちゃおう。パレット買います。これめっちゃ欲しかった。結構いい値段する。3740円。めっちゃ悩む。これ欲しいんだよな。あー、クレンジングバーム。これ買っちゃおうかな。いや、早くない？早いね。じゃあこれ買います。ボディーソープがどこにあるのか。ボディーソープはドンキには売ってないのか。絶対ある。わかんないですよ。キラキラドンキにはないかも。キラキラドンキはキラキラしてないかな。キラキラしてないから。そのボディーソープ、なんか白くなるらしいボディーソープを探してるんですよ。一緒寂しい。ボディーソープ。フリーリンクの涙袋に入れるキラキラを買います。いいよ、電話だけ。よし、はい、お会計、買い物終了。お会計行きます。ポイントでお会計したいと思います。はい、はい、ということでお買い物が終了しました。すごい大満足ね。2万円ちょい美容グッズを買ったので、あ、全部紹介するのはあれだから、お互いこれっていう何個かを紹介します。そうだね。こちら豆乳イソフラボンの下地ですね。これなんかオールインワン効果っていうので、一つで6役してくれる下地みたいで、めっちゃ良さそうだったので買いました。いや、いいね。良さそう。アミも真似してこれ買いました。アミはこれは絶対に買うと決めていたやつです。化粧水感覚の UV ってことで、すごい保湿力とかもあると思うんだよね。でSPF もちゃんと高いし、まあ、日焼け止めの肌に優しいみたいな感じなのかな、なんかちょっと気になったのでこちら買ってみました。次はこちらのビオレの日焼け止め2つですね。こっちもいいって出てきて、こっちはすごいトーンアップするっぽくて、こっちはなんだろうね。でもなんかすごいいいってすごい出てきたの。これが焼けないんだと思う。こっちはすごいトーンアップとか大好きなので買ってみました。お次はこちら。同じようなのさ、2個ずつ買ってんの何なの、マジで。おかしいよね。マジでこれが多分本当に焼けたくない人は一番おすすめかもしれない。出てきた。もうアネッサは間違いない、うん、本当に間違いない。結構ちゃんと値段するけど絶対間違いないから、焼けたくない人にはおすすめなやつです。でこっちはコスパ最強って感じですね、うん、同じ大きさぐらいなのに、むしろこっちの方が多いんじゃないか。これ1000円しないし、あとこれはラベンダーでトーンアップ、そうトーンアップもしてくれるから、めちゃめちゃおすすめです。これもまあおすすめ。ちょっと高いけどね。そうで、こちらなんですけど、体に SPF 入ってるのが欲しくて買ってみたんですけど、え、なんか良さそう。これもね、1個でね、4つの機能って書いてある。ファンデーション、フェイスパウダー、コンシーラー、UV カットだから、もうこれファンデーションいらないってこと、うん、まあ普段しないからよりありがたいですね、うん、はい、っていう感じですかね。はい、もうとにかく美白グッズをたくさん買いました、うん、おかしいぐらいにこいつらおかしいんじゃないかってちょっと思われただろうけど、でもやっぱり肌を白く見せるの結構魅力的には大事だからね。大事。今年の夏はちゃんと日焼け対策ができそうだね、うん、はい、というわけで、はい、はい、というわけで今回はキラキラドンキでお買い物をたくさんしました。はい、ちょっとでも夏の日焼け防止の参考になったなって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、アミとミエでした。バイバーイ。